久保さんなんかロシアのテレビ局、ロシア、あ、ロシアじゃねえわ、なんかテレビ局がミサイル受けたみたいですね。2000人がなんかもう死んでるみたいですけど。いやー、多分もう、あれですね。うーん。もう止められないでしょうね。いや、多分ね、これ本当にやばいっすよね。なんか。 核、っちゃゃうんじゃないいかななっていう核なんかもう全世界に核撃っちゃえみたいなね。<laughs> なんか、なんかごピューみたいなもうもロ。ロシアと共に全世界もしねえみたいな。<laughs> ロシアと共に全てを破壊するみたいな。我々と共になくなれみたいな。<laughs> いや本当になんかあれですね今いやでもあんだけ世界からあ,あのバッシング受けてハミゴされたらもうあれかもしれないですねうんどうなるんですかね まあでもこうやって僕は今日も福保さんに動画を送れてます <laughs>、はい、まあ世界のどっかでは人が死んで世界のどっかではこうやって動画撮ってなんなんでしょうね <laughs> うそしてね今あのメディア捜査というかね隠れてね今いろんなこと起らなまた行われてると思いますけど <laughs> うん、なんかあの日本の政策もな,なんかな忘れましたけどなんかの,あの話題になったやつで裏であの政策が勝手にもう決まっちゃってるみたいな,なんか昔あったような気がするんですけどまあ世界がどう動こうとね僕は シンプルに今日も久保さんに動画を送るだけですいってらっしゃい